カメラが見つかりませんのでね、新しいカメラの位置からスタートしたいと思います。では、小谷くん、準備は OK ですか？はい、行きます。でん、さあ今週も始まりました、 M-Live 増刊号。てか4人しかおらんやん。それでも盛り上がっていきましょう。イエーイ。もうね、カメラがどこどこ、もうパソコンのカメラから行っちゃいました。近っ、もうちょい距離近っ。こうやって見たらロイさんマジデブっすね。めっちゃ腹出てる。というわけでですね、こんばんは、てってろりんということでね、まず、お断りとしまして、本日欠席者2人、笑ったように4人しか来てませんからね。はい、まず、日野さんが水曜日の時点でですね、火曜日に、39度熱がありましたということやったんですけども、陰性でしたと、インフルエンザ言ってたんですけど、まあ一昨日早退しましてですね、昨日休みましてですね、今日来に来ました、インフルエンザです。残念、迷ってますね。少ないね。はい、今日はコンパクトに、かつ画面もコンパクトにやっております。いや、いいね、これいいね、はい、今のうまかった俺。はい、というわけでね、で、あと飯尾さん、今日ね、8時から一緒に雑学をやっとったんですけど、調子悪いな、ずっと調子悪いなって言うんで、調子悪いな、調子帰るわって帰りました。帰るわ、あ、無理やって帰りました。はい、というわけでね、で、かつこれ意外とつくんちゃうかな、ほらカメラが見つかりますということでね、もうカメラ見つからんから、もうこのまま行く、もう行きましょうか、このまま行く、もうこれ行くか。テロリン、テロリン言うてたらしんどがってたね。そうなんです、体調悪かったみたいでね。はい、よいしょ。ただこっちのカメラも諦めてはいないっていうね。ちょっと近く、こんな近くで自分映ることあんまないから恥ずかしいわ。鮮明に映った、恥ずかしいわ。よいしょ、あかんな、使うわ。ダメです。お、岩手一緒ついた。え、いける、一緒ついたで、特に問題ないよって言ってる。俺的には問題あるわ。今一瞬カメラついてんけどな。うん、まあ。無理だな。うん。この無理やなって頑張ってる時に誰も喋らんのがこの3人のポテンシャルね。前に2人に、いいよ、日野っていう一番こう、わっと喋ってくれる人がいた中で、その2名がいない。まるでまあまあ、バルセロナがフォワードを失ったのと一緒です。後ろにしかもブスケツ的な安定した選手もいませんからね。被害の選手が3人並んでしまったみたいな。マンチェスターユナイテッドの飛行機が落ちた時にめっちゃみんなベンチのやつで戦ったみたいな。チャンスやで、しゃべるチャンスやで、今日マルちゃん線があかんのかもな。はい、そういうわけなんで、ちょっと新しいカメラお願いします。お願いします。シャスということでね、はい、というわけでこの角度からやっていけたらなと思いますので、まず前回のおさらいとして、はい、前回の優勝者は、残念ながら今日いませんが、ヒロさん。はい、そして、罰ゲームしたのは誰ですか？あ、僕です。はい、小谷から。で、あれ、ちっちゃくね、オードブルって話じゃなかった？いや、オードブルが前日予約の上。あ、そうなの。で、1人目前からの注文ができなかったんで。何人前から？4人前です。めっちゃ頼まされるよ。6000円、むっちゃ高いよ。ちょっとオードブルはちょっと諦めましょうか。そうで、今回は代用品として何を買ってきてるんですか？あ、心斎橋カツサンドの。おしばらくはこのカメラで頑張ってください。頑張ります。お、最初梅しそ、梅しそバターサンド。それ初やな。初ですね。梅しそバターサンドとコロッケサンド。お、なるほど。というわけで、一番最初に景品として出した心斎橋サンドがやはり根強い人気だったということで、心斎橋サンドに戻りました。安定の。今日日野さんはなんで、どうする、どうしましょうか。みんなで食べる。いただきます。デブイは2位は誰や。2位は、
前回の2位は、たてぃさん。お絶対分かってたから。うわぁいやらしいわ、たてぃさん今の絶対分かってたわ。ってたやらしいな。昨日はありがとう。さすがたてぃさん、さすが。先日ももう完全に抜かりないな。やるね、たてぃさん。そうそう、コロッケコロッケコロッケさんの食べたいということでね、今日はまあ日野さんと飯尾さんがいないということでね、まあたてぃさんを軸に、ね、見てない、絶対見てない、絶対見てない絶対見てないよ休んでないからみんなで食べたら、はい、そういうことで、あの元気の4人で食べたいと思います。ただ僕はね、あの補給してた木野さんと今日調子の良かった飯尾さんとブース内で一緒に仕事しますから、俺ももしかしたらやばいかもしれない。ただもう風邪ひきません。年に1回しか風邪ひかんから。もう俺あの1月2日に風邪ひいたから、年明け速攻ひいたから、もうひかないから。もうひかないですよ。というわけで今日は春も控えておるというところで、そして2人休んでいる中でこの3人、野球好きが揃っているということでね、今日はガチンコ勝負になるんですが、春の高校選抜野球クイズ。だから目が張ってるね。やっといけー。たてぃさん腹から声出てんのにこっから出すからもうむっちゃ声通るんですよそういや木曜日声調子悪かったの。どうなんですか喉、もう大丈夫ですか。ちょっと治った。すぐ治してくるすぐ治してくる。超人40歳です、はい、というわけで、今日はですね、野球好きが集まっているということで、いい戦いが見れるんじゃないですか、というわけで早速第1問いきましょう。お願いします。はい、第1問、春の選抜高校野球の開始年は1924年である。丸か×か。そんな前。カメラ近いから遊べるよね。アイスーみたいな。まるちゃん甲子園わかるの？まあ、まだわかる方じゃないですか。わかる方やろうな。俺全然今の問題わからん。まあ、春の選抜と夏の高校の夏の高校野球の始まりは違いますからね。では早速第一問。正解はどうぞ。まるちゃん。全員揃ってきたねー。なんでだ。いきなり。春の選抜高校野球の開始年は1924年である。丸か×か。丸です。よし。おい。なんでや。なんかピンときてん。おいおい野球好き、うん、いい勝負してんじゃねえよこの野郎。はい、どうです。1924年、大正何7年やったかな。なんかそんなぐらいだったかな。大正ですね。はい、もう白黒でテレビに。僕のひいじいちゃんのサブローおじいちゃんぐらいの年ですわ。はい。もう知りましたけどね。夏が100でしょ。今もうすぐね、メモリアル記念ですからね。ほら、それほら、逆戦してほら、考えてほら、すごいなぁ。やばいね、今日ありますね、ほら取りますよ、この中にまだご飯が溜まりますなぁ硬っ、ほんまにめっちゃ硬いあの、何ですか、亀の甲羅みたいな感じですか。ずっしりしてますから、はい。では行きます。第2問。前回2015年ですね。前回の選抜の優勝高校は、うん、福井県敦賀気比高校である。丸か×か。春、春です。さあ、去年の選抜はどこが優勝したのか的なね感じの問題になっておりますけどもね、皆さん分かりますか。ちょっと待って、分かってもコメントしてあげますよ。ちょっと待って、ノーコメント。春、はい、春、春の優勝校は敦賀気比高校である。丸か×か。で、分からん、マジで。そもそもなんか春と夏って記憶がこんがらがってしまいがちですよね。そう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 、それはありますよね。どっちが福井、なんかどっちやったっけとかね、結構ありますもんね、はい。さあ考えてるね。ではいきます。正解をどうぞ。バツ。分かった。うわ前回の選抜の優勝校は敦賀気比高校である。丸か×か。丸です。イエーイ。たてぃっせー。なんかその名前でちょっとなんかあれっすね。そうです、はい、決勝まで残ってたの。確か決勝どこでありましたっけ。俺もサッカーとごっちゃになったんですよね。どこでやったん。東海大相模。違う、どこやったっけ決勝。なんか有名な高校でやらなかったっけ。まあ意外と誰も覚えてない、覚えてない。ではいきます。第3問。2016年の選抜、今年ですね。今年は第89回目である。丸か×か。前回が何回か分かっていればね、いけますよね。これ丸ちゃん知ってんじゃん。こうなんかこう覚えている選手が何回目出たか、そういうところからこう計算したりとかしても出せるかもしれませんね、はい。さあ
まあ、歴史は長いですからね、高校野球は。はい、そういったところでも第何回なのかというところで、ではやりましょうか。はい、正解をどうぞ。丸。お、うわ、答え全然映ってへんの。もうちょい映ろう。もうちょい映ろうか。あ、これほんまもうちょい映ろう。はい、というわけで分かりましたね。2016年の選抜は第89回目である丸がバツか、バツです。イエーイ。やるで、これはやるで。いえ、88でございます。パチパチや。88回でございますね、次は。はい、というわけでね、メモリアルまであと12回ということでね、まだまだ頑張っていただけたらと思いますんで。はい、その時にはもういくつや、40歳やわ。皆さんもう50人50 今の瀬戸さんくらいになりますから。では毎日更新出ちゃうか。趣味広がってるね。ではいきます、第4問。選抜において最多優勝回数、まあ、1つの学校、2つの学校が持っている優勝回数ですね、最多優勝回数は3回である、丸か×か。おお、みんな考えてみて。うわー、これ、なんかこうやって言ったら小谷めっちゃ顔色悪いな。顔色悪い。小谷どうした。小谷ジュオン君みたいな顔になってる。青白い。立石さんの血色のいいこといいこと。赤から来てるから血色がいいこといいこと。3回か。はい、選抜の最多優勝回数は3回である。3回。え、 PL？ おえ、まあ、どこが歴史的に優勝が多いかというのもね、ヒントになるかもしれませんから。あ、そのここが。ちなみにこのヒントとして、この優勝回数は歴代最多タイで2個保持しています。その2個は、言った方がいい、はい、中京大中京と東邦。東邦学園。強かったな。ダルビッシュは東邦学園です。ちゃう。では行きましょう、正解をどうぞ。丸。お、分かれましたね。小谷、丸写してって。左手投げたら。左手投げたら持ち合わせよ。もう合わせて、キャッと写って。では行きます。選抜の最多優勝回数は3回にある。丸か×か。バチです。イエーイ。立石さん、独走するね。何やろ。4です。これ。4です。 PL ちゃうやん。ちゃいます、4です。はい、4回ということですね。ちなみにどこやったっけ。どこですか。そこ4回。中京大中京と東邦学園です。この2校が今ヒント出しましたよ。嘘やん。ポテンシャル、やっぱここの3人ポテンシャル低いな。やっぱり低いな。なんかあれ、わーみたいなのもないから、やっぱ何だかんだおとなしいな。では第5問。しゃー、春の選抜決勝戦において最多得点記録を持っているのは横浜高校である、丸か×か。選抜の決勝戦においてですよ。最多得点、はい、最多得点記録何点一番取りましたかっていうのが横浜高校が保持している。ちなみにこちら1イニングにどちらでしょう。最多得点記録を持っている横浜高校。ちなみにこの得点記録は21点です。21、言い過ぎたかなやっと言い過ぎたよねー。なことないでしょ。横浜やったっけな、それなんやね。まあ、なんかこう喋りながら考える。遠くを見てるぞ。考え方なんかめっちゃ取った。ここはおって、まあ、様々ありますからね。はい、それが横山やったっていうのは。あれ、ではいきます、正解はどうぞ。なるほど。分かれた。横山、これ選抜の決勝戦において最多得点記録を持っているのは横浜高校である。丸。松坂世代。丸。平成18年の記録で、長崎の西方高校ですよね、はあはあ、との対戦でのこちらの得点記録が出ているというところで、平成18年ってことは松坂世代ではないですね。10年前でしょ。そうやな、10年前やったらもうちょい前でしょ。平成15年とかじゃなかったっけ、松坂世代って。ちゃかったっけ。なんかそのこれ30何歳今、松坂。30
35ぐらい、33、34ぐらいな。ってことはまあまあ14、5年前ってことやもんね。じゃあ15、6年前やもんね。じゃあ平成12、3年やね。はい、というわけで松坂世代のあれではないんですけどね。横浜高校でございます。中間発表しましょうか。焦ってるな。やばい。432、縦石丸め答え。はい。縦石丸め答えです。大丈夫ですか？これも勝った後やからね。金銭金銭。答えは先なんですよ。金銭面、金銭面。答えは2連敗です。いや、頑張ってくださいよ。ではいきます。第6問。6問。選抜の歴史において、完全試合はまだ記録されていない。丸か×か。選抜で。選抜の歴史において完全試合はまだ記録されていない。丸か×か。丸か×か。横向いてるからちょっと顎出てるのバレるわ。こうしよっかな。お次さんこうしよっかな。それかここぐらいでいいかな。これぐらいしよっかな。でーん。おー、あれだけ浮かぶしてる。カメラ遊び。カメラ遊びが過ぎるわ。ではどうですか、皆さん。いや、わからん。わからん、これほんまに。直感、もうこのまま直感やな。ではいきます。正解を、どうぞ。ダダお、分かれた。これでもし小谷がね、正解やった場合は、まるちゃんに並びに行きますからね。選抜の歴史において、完全試合はまだ記録されていない。されている。丸か×か。罰です。イエーイ。ほら独走やね。はい、うん、過去に2回あるある。ほら案外そのカメラ、うん、いいやん。ありがとうございます。こんな感じだといいやん。高校生はあるよ。はい、2回あるよ。ただ夏はされてないやったんちゃうかな。なんかどっちかえちゃんと買ったっけな。なんかそうなんやと思いますよ。夏はまだなかったとか。ではいきます。第2問。さあ、いけいけ。選抜の通算最多奪三振記録保持者、選抜の通算最多奪三振記録保持者は江川すぐるである。マルカバスか。そうなんだ。江川じゃなかった。作新学院ですね。そう、作新学院。作新学院ですか。奪三振、選抜の通算最多奪三振記録江川すぐるである。さあどうだ。でけでん。よっしゃお。いや、わからんねえ。サービス問題やったんちゃうぐらいの感じだった。笑顔は好きやけれども。では行きましょうか。正解をどうぞ。ダラッツ。うわうわ、分かれてきたね。選抜の通算最多奪三振記録保持者は江川すぐるである。マルかバツか。マルです。イエーイ。おー、今度はちょっとこれでやばかった。やばい。じゃあ、知ってました？なんか、どっちかやったの、そう。え、だから、何を？なつか冬。あ、なつかある。なつか冬。なつかあるか。なつか冬か。高校参加ですか。なつかある。はい。江川スルールの60個でございますね。夏はバンドウェイですね。バンドウェイしてますね。はい。では、いきます。第8問。選抜では、過去に一度、2打席連続満塁ホームランを打った選手がいる。丸か×か。満塁ホーム、まあ、そもそも満塁ホームランを打つ機会ってなかなか少ないですからね。しかも春の高校選抜野球でそんなにこう試合数が多くない中で、しかも2回ホームランを打った選手が、2打席連続満塁ホームランを打った選手がいる。丸か×か。似たような。迷ってるね。何やねんその笑顔。迷ってるね。お、どっちかな。何や、どっちかって。どっちかな言うてね。はい、では行きましょうか。これで外れたら丸めと並んでしまう。そうなんです。正解をどうぞ。あれ、イエーイ。何にして。結局揃う。丸です。イエーイ。まずまず外されない。追いかけてますね。やばい。答えそう。こちらね、去年です。おお、ね、敦賀気比の松本哲平選手、大阪桐蔭から2度放っておりましてですね、うん、この時に最多打点記録、1試合での最多打点記録っていうのも彼が保持してるんだっていうね。すごいな。この子どっかプロ行ったのかな、大学行ったのかな、分からんすけど。ではいきます。残り2問ですよ。やば。第9問。ダルビッシュ有、
ダルビッシュ有は選抜でノーヒットノーランを達成している。丸か×か。選抜で。ダルビッシュ有は選抜でノーヒットノーランを達成している。丸か×か。ダルビッシュって言ったらね、なかなかあの一世を風靡しましたもんね。なんかファンにファンに引っ張られて脇腹痛めて投げられへんくなるみたいな、なんかそんなエクアクシデントありましたよね。でもなんかダルビッシュの陰におる2番手のピッチャーをむっちゃいいピッチャーなんですよ、確かに。だから全然なんか頑張って投げてるみたいなでしたよね、ダルビッシュな。まあまあ記憶に新しいぐらいの選手ですからね、ダルビッシュ。うーん、ではそろそろ行きますか。女遊びだな。女遊びはするでしょう、あんだけ男前であんだけ背高くてあんだけ金持っとったら。カトパンと食事に行くやからな。そう、もうあんなもん、あんなもん遊ばんでどうするんですかね。あるわ、寄ってくるぞ。では行きます、正解をどうぞ。バツ。わっ、なんで揃うの。全員揃う。なんでや、もうみんな不正解。あれです。うっせや、残念。お前チャンスやった。残念。ダルビッシュは先発でノーヒットノーランを達成しております。マジで。はい、さすがダルビッシュなんて。ではいきます、ラストですよ。無理ちゃうんですか、このままいったら。ただ小谷のバイプ主宣言によってベベを免れることはあるよ。いく、ここで。では質問です、最下位の小谷くん、バイプッシュやりますか、やりませんか。やりましょう。やりましょう。やりましょう。ということで、そうです。まあせっかくなんでね、小谷には1位にもなれるようなね、可能性を秘めてほしいんでね、バイプ氏によって3ポイントにしましょうか。おお。これで小谷がもし正解して舘さんが間違えば、小谷が逆転優勝です。わあ。やりましょう。今度やりましょうよ。3人しかおらんしね。やりましょうよ。仮にもし。まあ、ベベが並ぶってことは3ポイントがないんで、まあ、もしまあまあならあ、そうか、並ぶことがなかったら別にサドンデスもないんかな。では並ばなければ、これもこれで並ばないで、ね、完全に。ではラストの問題。やばい。ではいきます、選抜の優勝賞品というのが昔あったんですけども、商品、優勝賞品は昔アメリカ旅行だったことがある。丸か×か。ほう、まあ、歴史が長い中でアメリカ旅行だったことがある。丸か×か。いや、あれよ、だってアメリカで行ってもらって、メジャーもちょっとね、旅行だったりしたらね、メジャーも見てきやみたいな。そう、あるかもしれんよ。確かに野球の本番に触れるっていうこともあったかもしれないね。どうだ、見てこい。さあ、うわー、難しい。なんやお前知ってるよな。さあどうなんだい。おい俺の筋肉どっちなんだい。中の筋肉ありませんけどね。はい、あ、筋肉いたわ。一人筋肉いたわ。ではやる、もう行く、5分余る。うわ、いける この3人で5分回せる自信ない。長いな。いや大丈夫。では行きます、正解をどうぞ。まる。うわっ、来た、来た、やられた。ここで王座陥落か、それとも、このまま、だってこれもし立石さんが正解やったら単独優勝、これもし立石さんが間違えやったら俺が繰り上がり丸めですからね。繰り上がり丸め、繰り上がり丸めですからね。これ、なん今回の罰ゲーム、今回は罰ゲーム、まだ決めてないからゆっくり決めましょう。では行きます、マルです。やったー、やったー、これは嬉しい。というわけで、嬉しいわ、無駄に盛り上がった。なんかあの、今のこの3人前の右のパターンやろ、右のもなんか今までにないパターン、今までにないパターンの盛り上がり方。結果発表、まず第10問目
の問題ですけども、昔アメリカ旅行だったことがある、まあ、こちらの丸なんですけども、戦前の話ですね。ただまあ、その社会情勢によって5年で廃止されるっていうね。5年間だけ、いやいいことや、ほんまにメジャーリーグに触れてもらうとか、うん、そういう理由でその旅行があったんですよ。だから立石さんすごくいいとこついてたんですよ。言うてて、そうヒントを出したのは立石さんや。ヒントを出したのは立石さんやねんけど、フォワード出して頑張った。あだす、これがスペインのゼロトップです。ほんま俺がね、完全にイニエスタの役目を果たしました。なんでこんなうまいことになるんだ。ゲームを完全に組み立てました。はい、ほんまというわけでね、はい、結果発表ということでね。ほんまはことになってほしかったけどな。第3位6ポイント立石さん。イエーイ、イエーイ。第2位逆転7ポイント小谷。おーい、よっしゃ。第8ポイント逆転第1位まるちゃん。イエーイ。というわけで、今回の優勝は野球好きが高じてまるちゃんが持っていくことになりました。おめでとうございます。イエーイ、よっしゃ。あれですね、負けが続き駆け込んで優勝がちょこちょこ続いてますね。今年は早い段階で優勝の回数が周りと並び始めてるんじゃないですか。あんまりレベルなってないやん。で、そうなんですよ、とうとうまるちゃんのクイズ慣れしてきましたね。もしまあここにね、いいお日のいたらどうなったら、どんだけ払ってるか、どんだけ払ってるか、去年どんだけ払ってるか、2015年度すごく払いましたからね。どんだけ払ってるか。そして前2人いなくて優勝したことによって、まるちゃんがこんな動きをし始める、なかなかない。こんなダイナミックな動き、なかなかない。成長の家があるときにこんなにしとったら、どんだけ突っ込んでるか。そうです。それこそフォワードがいないからね、上がっていいですか。1.5 列目からの優勝が来たな、まるね。今完全にね、スペインのセスク・ファブレガス状態です、はい、シュートも打てる、パスも打てる、飛び出しもできる、完全にマルちゃんがセスク状態です。というわけで、罰ゲーム、マルちゃん優勝おめでとうございます。というわけで罰ゲームを決めたよ。お前決めや。実は一応審査バスさんと同時に帰ってきましたんで、サンドイッチに回ってきてますけども、何か気になるデリバリーないですか。なんかないの。なんかない。俺前から結構丼の丼屋さん行こうかみたいな、あれの丼亭なってたよ。丼亭やったもん。丼なんかあれのなんかメニュー行ってもいいんじゃないかなと思わんでもないんだけど、どうですか。いや、決めろよお前は。それなんかちょっと1ビッター高いのを言った時、自分に返ってくる時絶対やばいと思うけど、ね、絶対やばいと思うけど、絶対やばいと思う。立石さん優勝してまるちゃん絶対やばいと思うんだ。絶対やばい。でも僕が好きなのは卵サンド。意外となんか普通なんだ。普通やんけ。とカツサンド。あ、バイバイ。ということは心斎橋サンドの卵サンドとカツサンド、はい、お2種類提供していただきます。バイプッシュしたのボタンにやるのに。まあというわけでね、じゃあまるちゃん切っての希望で、まあ3人ですからね、まあ、そういうのも含めて、じゃあ心斎橋サンドで卵とカツサンド、卵とカツで2つね、多分1000何本と2000円ぐらいするんちゃうかな。そうですね。まあ立石さんの2000円なんかちょろいちょろい、ちょろいちょろい、8歳でいいですか。ほら、おいや、いいっすね。いいいい、ほら、思想思想、わかる。思想の存在感強いな。思想、はい、思想思想思想、どうぞ。そのまそのまそのま。大さん、ラスト15秒で食レポお願いします。意外と3人でもいけますね。うめぇ、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 うめ